オズフェストはアメリカ合衆国で毎年行われているロックフェスティバル。1996年にオジー・オズボーンと彼の妻でありマネージャーのシャロン・オズボーンによって創設された。例年10から20ほどのヘビーメタルやハードロックのバンドがアメリカ各地を周りライブを行う。1998年にイギリスで開催されたのをはじめ2002年にはヨーロッパ。 2010年にはイスラエルなど、米国外でも開催されている。また、日本では2013年5月11日12日に、幕張メッセ国際展示場級から11ホールで、初開催され、2015年11月21日22日にも、同会場にて開催。1996年、ロラパルーザへの参加を拒否されたことを契機として、オジー・オズボーンは、 自らが主催するロックフェスティバルを立ち上げることを決意する。第1回のオズフェストはツアーではなく10月25から26日の2日間のみ3公演をフェニックスとデュボアにて開催。この時点でオジーは田舎で数回の公演をやればいいと通常のロックフェスティバルの規模で考え、一方のシャロンは 二から三年のスパンで開催して、メタルの需要を見せつけるという意図があった。だが現実はそれ以上で、初年の公演はすぐに、数万枚のチケットが売れ、翌年以降の盛況へとつながる。勢いに乗った翌1997年は、単発ではなくツアーの形式となり、オジー・オズボーンとブラックサバスという両ヘッドライナーが登場するという話題性もあって、成功を収める。 こうして、ヘビーメタルは死んだと言われ続けた中で大成功した。一方で、オズフェストを始めるきっかけとなったライバルのロラパルーザは、すでにその話題性も乏しくなって、ヘッドライナーを務めるアーティストがいなくなり、この年を最後に終了した。初めて国外で開催されたのは1998年のイギリスで、以後イギリスでは2001、2002、2005年に開催された。 その後2002年にはヨーロッパ大陸をツアーしてドイツ、イギリス、オランダ、イタリア、オーストリア、デンマーク、フィンランド、チェコを回る。初期はアメリカの若手バンドを従えるオジー・オズボーンのフェスティバルという格好だったものが2000年代以降は人気のあるオルタナティブメタルやメタルコア勢を引き連れた大きなものとなり、その後は ヘビミュージック全般が参加するメインストリームのロックフェスティバルとなっていた。2003年にはマルチプラチナムを多数獲得していたコーンが、2004年にはクラシックメタルのジューダス・プリーストが、さらに2005年にはアイアン・メーデンといった大御所のバンドが出演しているは、その象徴である。 2005年8月20日にアメリカのヒュンダイパビリオンでの公演中、アイアンメイデンの出演中にトラブルが発生した。ステージにアイアンメイデンが登場する直前、PA から、オジー、オジー、オジー、というコールが流れて観客への先導が行われた。そしてオープニングのモルグガイの殺人を演奏中に一部の観客から、卵やボトルキャップ、 氷などを投げつけられ、これに対し、フロントマンのブルース・ディ・キンソンが、卵を投げた武法者の腕をへし折ってやれ、と煽るなど、異常な状態となった。次の曲、ザ・トゥルーパーでは、いつもの演出と同じようにステージ上で、ユニオンジャックを振り回したが、曲の終盤に、正常気を持った男が、ステージに乱入して、ステージ前で振り回し始めた。オディを舐めるな。 と書かれた T シャツを着たこの男はメーデン側に強制排除されたその後もショーのハイライトとなる誇り高き戦い審判の日魔力の刻印で PA の電源を切られて無音状態にさせられるなどの状況が続いたどうにか公演を終了するとシャロン・オズボーンがステージに現れてアイアン・メーデンの他のメンバーやクルーのことを本当に愛しています しかし、リッキンソンはない奴で、初めからオズフェストを侮辱し続けてきましたと演説を行った。これに、観客はブーイングを浴びせ、シャロンはステージを去った。この出来事に対して、ブルース・ディッキンソンは卵が、会場に持ち込まれたことをいぶかしみ、シャロン・オズボーンが仕組んだものと非難した。これらの模様は、観客が録音、撮影して、世界中のフォーラムに投稿し、 世界中のファンがその様子を知ることとなった。シャロンは、リッキンソンに対し、彼は、当初からフェスティバルへの配慮にかけ、他の出演バンドとも衝突があったと語り、これに対して、メイデン側は、物を投げつけるのは、悪意があって、危険、犯罪行為、こうした、破壊行為の責任が誰にあるかもわかっていると、反論した。またシャロンは、バンドが後に、きちんと謝罪した。 と発言し、おじいからも、最後のギグの時に、ベースの奴がやってきて、ブルースのことは本当に申し訳なかったって、言ってきたんだよというコメントが発表されたが、当のスティーブは、別に謝るつもりで言ったわけじゃないと否定している。2007年に開催されるオズフェストは、入場が完全無料になることが2007年2月6日に、正式に告知された。チケットは、オズフェストの、 各スポンサーから入手する。これについて、シャロン・オズ・ボーンは、ここ数年チケットの価格は上がる一方でしたが、今年は若者に来てもらい、信じられないような体験をしてもらいたいと思います。今までのツアーフェスティバルを続けようとしたら、今年もまた値上げしなければいけませんでしたと語っている。例年のチケット代は150米ドルであったという。プロモーターのライブネーションは、 アメリカの無料コンサート市場では最多となる42万8000枚のチケットを4日間で配布したと発表した。2013年5月11、12日に幕張メッセで初の日本公演が行われた。第2弾までは海外のバンドが発表されていたが、第3弾以降は日本国内のバンド、それも過去にアスフェストに出演したバンドとはジャンルが異なるバンドが、 多く、ヘビメタルファンからの不満が囁かれていた。4月14日に公式での最終ラインナップの発表で、日本のアイドルグループ、桃色クローバー Z の出演が発表された直後、過去のアスフェストのようなラインナップを期待していた一部のヘビメタルファンの不満が爆発し、アスフェストジャパンの公式フェイスブックアカウントやミクシーの公式コミュニティにプロモーターである。 林インターナショナルプロモーションへの批判が殺到した。主催者の一人であるシャロンは、会場に来たファンは、海外と日本の異常な組み合わせを愛した。と評し、2014年のアスフェストジャパンについて、すでに対話をしていたことも明かしている。その後、2015年に開催が決定。桃色クローバー Z 出演のハモイ日本のヘビメタル雑誌、バーン。 編集部の前田武彦、奥野高久の両名はツイッターで、ももクロの取材はしないと宣言。同年5月9日にはバーン、別冊、メタリオンボリューム46で、アスフェストジャパンの特集号が発売されたが、ももクロは掲載されていなかった。海外のヘビーメタル系、サイト、メタルサックスの記者は、アメリカでアスフェストを開催した際にワンダイレクションの、 ようなアイドルグループを出演させたら、街で暴動が発生するだろうと苦言を呈した。音楽ジャーナリストの沢田太陽は、そもそも日本のバンドが半分以上出演していることや、主催者側がブラックサバス及びオジーが主役という、大前提を忘れていることを指摘。モノクロ出演に関しては、問題外であると批判した。主催者側は一連の騒動と、 モモクロの参戦の理由について、個別のグループの事情についてお答えすることはできない、として回答を拒否。モモクロ側は、素晴らしいロックフェスで、自分たちなりのパフォーマンスを見せたいと述べるにとどまった。また、来場者向けに、多くの禁止事項が追加され、ファンの応援アイテムであるサイリウムの持ち込みも、不可となった。ライブエリアには、 桃黒のパフォーマンスを一目見ようと大勢のロックファンが詰めかけた。他のロックフェスに出演したサイトは一転し、メンバーはあえてアイドル善とした衣装を身にまとって、ステージに登場。リーダーの桃田香菜子が、見てから決めろ。今、目の前にいる私たちがアイドルだ。今、目の前にいる私たちが週末ヒロイン、桃色クローバー Z だ。と、叫びライブがスタートした。 音楽情報サイトのナタリーはレポートにて会場の雰囲気に飲まれることなくいつも通り元気いっぱいのステージを展開そんな彼女たちのパフォーマンスに対し観客の盛り上がりはさらに熱を帯びていき客席前方にはクラウドサーフをする観客の姿も見受けられたと取り上げた批判的な立場を取っていたヘビーメタル雑誌バーンも ツイッターの公式アカウントにて、ももいろクローバー Z、全力アイドル。後ろの方でも、一緒の振りで踊ってる人、結構いますね、とコメントを残した。次の出番であった、マキシマムザホルモンによると、当日のヘッドライナーである、スリップノットのボーカルコリー・テイラーやたアーティストの、外国人スタッフが、舞台袖から食いるように見ながら、歓声を上げており、 終了後には拍手で出迎えていたとのことであった。同じく出演のデフトーンズのセルジオ・ベガは、テーゼ・ギャルズ・アレ・スレイングのコメントと共に、舞台袖からの動画を公開した。また、翌日出演の輪島真二、奈良崎が、今回披露した楽曲、黒い週末の提供をしていることもあり、ギター演奏で共演した。ロック雑誌、ロッキングオン・オインは、レポート文中に何度も、 オズフェスとはメタルフェスではないと強調するコメントを記載。ももクロに関しては結果的には彼女たちの全てを巻き込めるキャパシティを再確認させられたような気がしてならないと取り上げた。後日インタビューでリーダーの桃田香菜子はサイリウムがない状態なので会場をオズフェス色からももクロ色に変えなきゃと思いながらステージに立ったことを明かした。 当日来場しており、ももクロのパフォーマンスを見ていた、ビーズの稲葉講師は、音楽のジャンルは全く違うけれど、手を抜かない感じはすごく勉強になりますね。あれだけのファンを前にして一歩も引かないもんねと、表している。その他の話題、オズフェストでは出演者のことを、あらんないと称している。アメリカイギリスアメリカイギリスアメリカイオーロッパアメリカ。 オズフェストダウンロードブラックサバス、ベルベットリボルバー、ヒム、アンスラックス、アルターブリッジ、ザマッドカプセルマーケッツ、ザドワーブス、トリビアムアメリカイギリスイスラエル日本 JR、山手線構内の看板アジアでの、歴史的初開催となり、話題となった。1日目2日目日本1日目2日目オズフェストミーツ。 ノットフェスカリフォルニアメインステージは2015年12月28日に成居したモーターヘッドのレミー・キルミスターを称えるためレミー・ステージと呼称オズフェスト・ミーツ・ノットフェスカリフォルニア。ありがとうございます。